掃除機をかけ終わりましたので、こたつをセットします。はい、1月ですけどまだサンタクロースの手ぬぐいでございます。届きました。じゃん。これが何かというと、アナザードレスといって、なんかこうお洋服のレンタルなんですけど、私今着る学校という、あのゆりちゃん先生が校長先生をしてくださる、あの着る学校で着ることを学んでいて、そこで今回のコースではそのお洋服のレンタルができるサービスがついていて、初めてやってみてるんですけど、こういう風にくっついてて、ここでピッて着れるようになってる。なんかもっと簡単な不織布のなんかカバンで来るのかと思ったら、こんなしっかりとしたもので届いております。はい、2着頼んだんですよ今回は。どうでしょう。あ、こうやってバカって開くようになってる。バカ、すごい。何こういう風に入ってて、ここに、あ、これ変装用のね。あ、へえ、変装用の返却袋。え、ちょっと待って、だってじゃあこれ変装しないの、このカバン。どういうんだろうね。ちょっと後でよく読みます。1ヶ月借りられるんですよ。何を頼んだかというと、一つはジャージです。ジャージ見えないね。これ取っちゃおう。クリーニングされて、そのクリーニング代とかも込みの、そのレンタルサービスなんですよね。自分でクリーニングしなくてよくて、来たら返せばいいっていうだけの。なんかその着る学校校長先生のゆりちゃん先生がすっごいジャージをね、かっこよく着るんですよ。でそれに憧れて、私もちょっとなんかこのジャージを挑戦してみようかなと思って、ジャージを普段着にとか、こうおしゃれに着るので、ここのラインが良くないですか。ここの こちらはラコステさんでございます。ワニね、こんなあの普通ね、こんなバンバン買えるものじゃない洋服をこうレンタルできるっていうのがすごいですよね。もう一つがスカート。どう？よくね、このパッキリとしたストライプ。こちらのブランドもすごいですよ。なんだっけ、ウィークエンドマックスマーラー、ね、マックスマーラーって、私はその着る学校に入学しなかったら全然知らなかったブランド名なんですけど、超高級ブランドでございます。かわいい。でもさ、上下こっちもジャージ素材で、こっちもジャージ素材だから、で緑で合わせたらすごい、上下合わせたら緑の人になっちゃうもんね、きっと。この2つでは着ないかな。着るかな、どうだろう。今日の格好はこんなで、M がもうなくて S にしたんだけど、でも全然 S でちょうどぴったしっていう感じ。どう、この服にどうだろう、どうですか。このラインかっこいいよね。こんな感じになります。あったかい。家で着ててすごい当たり前だけど、ジャージだから楽だし、だけどね、本当にちょっとすぐ、あ、ちょっと外に出たいって思った時もお出かけもできるような気がする、このままね。あ、いい、あったかいし、なんか、え、どうしよう、欲しくなっちゃったら買い取りもできるんですよ、恐ろしい。どうでしょう。でも思ったよりこの緑と緑変じゃない、どうだろう、わかんない、いいのかな、これはありですよ、しょうか、どうでしょうか。でもスカートもすごい動きやすい、軽いし、嬉しい。こんなの絶対自分じゃ買えないもんね。でこれニットとか、ニットでジャージ生地で裏地がついてないんだけど、じゃあ寒いじゃんこんな真冬に高木さんって思ったと思うんですけど、あの私、あの下にいつもスカート、冬は自分のこの一番上のスカートの下にモンベルのあのインナースカートを仕込んでおりますので、あったかいです。最近ちょろっとお茶を習っているんですけど、お茶の席に飾られてたこの水仙をいただいたので、なんか春近しって感じですね。まだ寒いけど。こちらの南天は実家の庭先に咲いていた
なってたもので、結構ね小鳥さんがいっぱい食べた後なんですけど、まだまだ可愛いって感じですよね。ちょっと茎が長かったので短くしてきます。どうですか、もっと短くてもいいか。この寒空の中ね、お庭で咲いていたそうです。素晴らしい、可愛い。私今たくあんを作り途中で、このたくあんをよいしょ塩水につけたところ、作り方YouTube で発見したんですけど、前回すごい美味しくってまた作ってます。今塩水につけて3日ぐらい経ったところですね。ここの YouTube を見ながら作ります。で、どうすんの？塩水を洗い流す。これ前回1本、もともと1本の分量で1本全部作ったんですけど、私はこれがめちゃめちゃうまいと思ったんですけど、家族はそうでもないみたいな反応で、私がほぼ一人で食べたようなもんだったので、今回半分にしました。こうちょっとしなっとしてる、しなっとこうなってきたところ、水分が出てきます。そしたらキッチンペーパーで水気を拭き取るようです。保存袋に、じゃあ砂糖半量で 30g、 みりんが大さじ1、お酢が大さじ1、酢を入れると防腐効果と漬物特有の風味がつきますって書いてある。子供たちがそういえばあんま酸っぱくて初めの頃嫌だって言われちゃったんだよな。でもこうなんだろう、漬けとくとどんどんね酢の尖った感じがまろやかになってくるので、私は美味しかったんだけど。で、白だしが大さじ1、酒が小さじ1、よく混ぜ混ぜして、3、4日か、冷蔵庫に入れて3、4日だって。まだ食べられないよ、残念だな。まあ美味しくなるので、はい、美味しくなれ美味しくなれと思って、これはね上下を1日2回は返した方がいいらしいですよ。でも私はいつも1日1回ぐらいしか返してない。いつもって2回しかやってない。ご飯どうする？どうするんだい？ほんとどうするんだい？ラーメンがあるよね。ラーメンがあるよね。おでんか、おでんも残ってんだよな。おでんを消費したい。ラーメンいいけど、どうしようかな。おでんを消費したいんです。なんかおでんの余りを活用する方法を誰か知っていたら、ぜひコメントで教えてほしいです。ラーメンを消費するか、おでんを消費するか。ラーメンにおでん、まずそうだよね。居酒屋でラーメン持ってくるとおでんもできるんだ。意味がわからないんだけど、この間おでん作って余ってる。おでんを消費したいけど、ラーメンが食べたいというご希望。中途半端に3袋余ってて、これも確かに使っちゃいたいのよね。結局お昼はですね、そばにおでんっていう風にしました。やっぱりね、ラーメンにおでんはいまいちだったし、でもおでんはどうしても消費したかったので、ちょっとね、日本つながりで出汁に助けてもらうっていうことにしまして、ラーメンはまた今度っていう風にしました。でもね、おでんにそばもどうなのって思ったんですけど、これがもうめちゃめちゃ美味しくってびっくりでした。おでんの残りつゆもそばつゆに入れて、でそばのつゆも美味しいし、おでんがほんと味しみしみで、やっぱりだしとだしですごい合うし、でそばにおでんはめちゃめちゃうまいと思って大満足でございました。信じられないことにですね、私動画を撮るときにスローモーションのボタンを押していたらしく、なんかずっとスローモーションでたくあんを切る作業が映っていたんですけど、もちろん声も入ってなくって、もう一回アフレコしています。塩につけて 3,4 日置いた後に、この調味液につけてまた3日ぐらい置いたのがこちらです。程よく水分が抜けて
味が入っているのかなって感じですね。で、この茶色くなってるのは我が家のお砂糖がブラウンシュガーで茶色いのでちょっと色がついてます。ちょっと食べてみますね。聞こえました？すごい歯ごたえがあってすごい美味しいです。やっぱりで今回作ったのは不思議なほど酸味がなくって、前回は結構酸味が残ってるから子供たちが嫌だったんですけど、今回全然酸味の差の字もないぐらいすごい食べやすい。あんまり強い味じゃないので、なんかもうサラダ感覚でポリポリパリパリ私は食べてます。買いましょう。可愛かったでしょ。でももう1月も半ば過ぎてますので買いましょう。だからこうってことか。どうでしょう。桃の花かな。これね、縦だから本当はここじゃないんだよね。ここに飾るやつ、人魚さんたちが見えなくなっちゃうのね。落ちる落ちる。ここ時計が困るね。長後ろ、こんな感じになる。どうかしら。